次元寺の山田黄金源と総羽根源限次元寺は、徳島県勝浦郡上勝町に所在する高野山、新言州の寺院。詳しくは、勝町山防守院次元寺と合うし、別名、穴禅城の寺である。四国八十八箇所霊場第二十番札所奥の院、四国別格二十霊場三番札所。本尊は十一面完全音菩薩で、見陰には、 本尊と総羽根根根源と座王根源が描かれている。本尊神言、音馬かキャロにキャッソワかコエイか、甘根とふや鶴の奥山奥田、へて願がう栗木に宝蔵通りは向かみか町まさの集落より山道を登った、標高320メートル付近の車道脇から見上げると環状滝が望め、さらに上がった、標高550メートル付近に、本坊、駐車場があり、そこから徒歩で、 約20分登った、標高約700メートル付近の石灰岩室の山腹に本堂がある。自伝によれば、平安時代初期の延暦年間視国を巡釈中の空海が邪気の漂う不思議な小入道を発見した。洞窟の入り口で数日間、火事祈祷を行ったところ悪流が洞窟より出て空海を襲った。空海は、法力で悪流を洞窟の壁に封じ込めた。 また、十一面観論を刻んで洞窟の前に道具を混流し安置した。これが次元寺の階層と伝えられている。夏の感情が滝穴禅場の入り口。ありがとうございます。